おはようございます。山形県線スタートでいいですか？今から山形行きます。調子どうですか？調子ですか？だいぶ上がってきました。まあ、今回はサポートしていきたいなと。出るやつの空気ですよ。東北大会インターハイ予選吉木さん3年生以来で高校3年生以来で、そう興味ないかも。12年ぶりの山形新鮮です。山形にいる山形だね。蔵王温泉聞いたことある。東洋が行ったの。ああそうだね。昼は右手見てください。平田牧場か焼き肉屋さん。迷うな。周辺の県線勝つように勝つがいいな。焼肉にしよう。最高最高です。行きましょう。見てこの肉、めちゃくちゃうまそうでしょ。山形牛これ単純に見えないでしょ。肝心の肉食ってるけど取れなかった。うん、うん、食レポの仕事は来ないね。そうですね。うんで終わったから。はいはいはい、じゃあいただきます。ありがとうございます。うんうん、うまうなっちゃうね。いやー、田舎だけどさ、うん、田舎って言ったら怒られる？全然。めっちゃ田舎で、おお、めっちゃ切れるよ。すげえ顔切れてた。マジエモい。テレさん、小学校？僕のポコです。ポコ、僕のモテ期はここで気づかれました。あれだろ、足早いからモテたパターンだろ。うるさいし、足早いし、うん、応援団長。もうモテないわけないでしょ。ここが育った地だもんね。何も変わってないですね。やばくない？赤白帽子落ちてんだけど。難しい。12年ぶりだ。 YouTube 初めて初ですね。中英さんの地元山形に降り立ったということで、山形に着いて2時間ぐらい経ってますけど、何とも言えない楽しさというか、ちょっと嬉しさが込み上げてる相方でございます。山形県線の 100m のエントリー見てたんですよ。武田周平28歳、 100m 最年長。お、こんなに大きくなりましたよと。ベテランだよ。いやすごいわ。ここに俺たちの登録者8万人埋めれんのかな。ボケないと死ぬんか。どう？骨を言っていいの全部。うん、いいよ。足痛い。本当に？痛い。まあまあ無理しないで、本当に。ここでなんか終わりなわけじゃない。聞いて言うなら、俺が山形来たのに行ってぐらいだから。あのか。こう違和感？痛い？怖くて受けれない感じはある。県、うんうん、選手権、クラブ対抗ってこう2本ずつ走ってきたんだけど、今シーズン本当に冬季練習全く練習できてなくて、無難に体が弱い。マジできつい。治療とかもめっちゃ行ってるんだけど、声に大事大にしていてんだけど、冬季練習は絶対大事。うん、絶対乗り切れない。思い知った。どうですか今一通り終えて。ここまで準備できなかった僕の調整不足でしかないので、年齢と筋力に向き合えてなかったので、やっぱりやることが増える。年齢増えれば増えるほど。ああなるほど。これでいいと思ってたものもじゃあ足りなくなってきてるから、いやまず本当に完走目標やってる。今来たからには絶対怪我しないっていう条件で出し切りたいと思います。家帰って飯食おう。はい、ドンビリ。一番人のみんなめちゃくちゃうまい。マジでうまい。うまいでしょ。これが一番うまかった。ごめん。ありがとうございます。多分終電があの8時半ぐらいになるから。なんで帰るぜ。お待たせよ。おはようございます。山形2日目です。昨日ね、竹竹に来てすごいたくさん歓迎してもらって、動画回そうと思ってたんですけど、本当楽しすぎて動画回すの忘れちゃったんで、動画回していきたいと思います。みんな朝下落ちして出てってよ。本当に
周平のお母さんの料理うまい。美味しいでしょ。本当に美味しい。マジでうまい。いいでしょ。うん、なんかあのお世辞とかのレベルじゃない、マジでうまい。7時起きるって感じ。そうだね。一日スタート。はい。なんかさ、食事系 YouTuber に変わった俺ら。気持ち悪。やり投げの動画でもうちょっと10万再生いきそうなんだよ。山形で有名な鶏中華を食べて、これから温泉に行きたいと思います。いただきます。初めての味。辛子と深みあるタレ。タレ何味ですか。醤油。ひねりない。生こんにゃくうまいな。でん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 。パインです。パイン。ないやつの飲み方じゃん。うまい。ないやつ飲んでる。ごくごくいっちゃう。これはうまいね。こっちも気分良かったもん今なんだ。おはようございます。おはようございます。当日でございます。やったね。どうですか、緊張してる？緊張は昨日よりしてる、うん、よかった。緊張しなさすぎてあれみたいな。明日試合だよねみたいな。帰省で帰ってきてたやつ。そうそうそう。ちょっと受付してきます。はい、行ってきます。よし、頑張ろう。はい、頑張ります。表彰もらって受付が今終わったとこです。ひわいとも言いづらいんだよな。中学生も見るから。あ、そうそう、意味なんか分かんなかったら調べるように。まず1マウント取ってきてと思います今から。はい。少年日 100m、 はい、大会記録武田修平。え、ほんとだ。10秒92。高校1年生で10秒92で大会記録が未だに破られてないと。12年間ずっと残ってます。すごい。12年間って結構長いよね。長いね。12年間無敗の男だから、うん、12連覇してるってことでしょ。12連覇すごい。てるわけないでしょ。ん、俺より早い人いっぱいいるから。おいさんとかあんの？おいさんとか向かい風があるから、うん、恥ずかしいからやめて。やれや。頑張ってね。気楽に行くんだよ。大丈夫か、足。ちょっと足押さえてみる。
画面が含めて49で現在第10位です。残念ながら記録は伸びませんでした。636です。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。足を押されてたのが心配だったけど大丈夫。70メートルぐらいから力入んなくなっちゃって、力入れないように頑張った。本気で走ったんだけど、踏まないで頑張ったって感じ、うん、正直もっとかかってると思ったから、アップの時は0から1ぐらいかなと思ったんだけど、うん、まあ、結果1ぐらいだったんで、まあ、そこまで感覚はずれてないかな。悔しいですけど、準備できなかった自分の弱さなので、悔しいけど納得はしてるって感じ。僕予選で散る感じだったんですもん。ビケーション行っちゃったっていう、はい、っていう感じですね、うん、なんか大丈夫、写真撮る。TKD 神対応なる、はい、あ、はい、みんな映れ。まあ、B 決勝行っちゃったと、はい、行けちゃったと。多分みんな走んない方がいいんじゃないかってこう思うかもしれないんだけど、7年ぶりかな、 B 決勝だけど、はい、7年ぶりにこの県戦という舞台で駒を進められたので、せっかくなんで、はい、申し訳ないんだけど走らせてください。すいません、ほんとみんなごめん。どんな形になるか分かんないけど、これは走りたいなと思います。せっかく進めたし、普通に素直に嬉しいし、せっかく山形来たし、応援してくれてる人もいっぱいいるんで、 B 決勝しっかり走っていきたいなと思います。わかりました、はい、まあ痛いのは痛いんで、絶対悪化だけはさせないように行ってきます。トラック男子300メートル走、第1決勝です。さあ、来ました。さあ、武田、お前、電話すな、お前電話すな、電話したな、あいつ、なんだよ、大山恐怖が再びなのよ。大丈夫か。大丈夫そうな表情はしてます。逆にこの表情で失格になってたらおもろい。もういいやマーク、そうそうそう、気を取り直して、せはい、すごい綺麗なトルソーでゴールしました。すごい満足そう。お疲れ。あー、ワームンで悪くないです、タイム。でも電話してビリはダメです。おめー、サンジオ、お疲れ。田舎のヤンキーが、まあまあ、本当に楽しそうに走ってきたと、はい、まあ、そういった感じかな。ということで結果なんですが、プラス 0.5 で11秒24ということで、はい、もうちょっとかかるかなと思ってたんですけど、案外まとまったなというところが正直の感想です、うんうん、さっきも言いましたけど、これが今の自分の力なので、うん、まあ、ここちょっと受け止めて、また頑張っていきたいなと思います、うん、ハムからこの腰にかけてのこの痛みっていうのが、もう4月の順天堂前からずっとあるやつで、これが抜けない、うん、ここの治療にもう一回専念、まあ練習はやるんだけど、うん、積み直しをやんなきゃいけないなっていうところは、うんうん、今回の結果踏まえてというか、6月からの試合通して感じましたね、うん、今からいろいろ調整して出ても、うん、11秒0ぐらいなんですよ結局。なのでもう一回積み直して勝負するのは秋かなというところになります、はい、楽しかった、本当に、ね、めっちゃ楽しかった。非常に僕も楽しかったし、やっぱりこうやってカメラを回すときに客観的にこうやって自分を分析して言える周平のこのコメントっていうのは、やっぱり見てる視聴者にとってもすごく参考になるというか、モチベーション上がるなって。僕は今日の周平のレース見てモチベーション上がりました。ああ、だす、うん、一つ言わして、電をすなお前。ああ、忘れてたこうやろうってこう心に決めてたの、うん、だから 100m の大山クセットのとこより、うん、第3レーンって呼ばれる時の方が緊張した、うん、本日の動画は以上になります。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、お疲れ。までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ